ドミナスエステートはボルドースタイルのブレンドワインを生産するカリフォルニアワインの武道園である。クリスチャン・ムエックスが所有している。バイナリーはナパバレーエイバに含まれるヨントビルにある。ヨントビルの創始者ジョージ c ンと1836年に初めてナパのックビンヤードがある渓谷の武道機を栽培した。1850年に物件はチャールズ・ホッパーほか、 その後にもろもろのオーナーが買収した。第二仕様の先駆者ヒューラリュや1946年にその物件を買収したイングルヌックワイナリーオーナーのジョン・ダニエル・ジュニアが含まれる。1970年、ダニエルの死によりナパヌックは彼の娘たちロビン・レールとマーシャ・スミスのものになり、彼女らは1982年にクリスチャンウェックスとの提携を開始している。 ナッパバレーに事業を設立するというロバート・モンダビの推挙の下でその行動に出た。ムエックスはまたシャトーペトリウスの醸造責任者、アンドジャン・ピエール・ムエックス社の社長であり、レールとスミスが各所有分を1995年に売却した時にはドミナスエステートの単独オーラーになった。ブドウ園のセカンドワインナパルクは1996年に初リリースされた。 既存の13種のヴィンテージワインがロンバンワイナリーの施設近くに押し込められて熟成されると共に新しいワイナリーがスイスの建築家ジャック・ヘルツォークとピエール・ド・ムーロンにより1996年に建てられ500万ベイドル5万フィートの規模であるその建築家のアメリカで最初の事業のそれは 石で満たされた蛇かごから作られ、日中の灼熱の暑さと夜間の寒さからの保護の役割を果たす。ドミナス2002年の 750ml ボトル。124エーカーからなる土地のうち、ブドウ畑の使用地は14区画割り108エーカーに及ぶ。イングルヌック時代から使っているフィローキセラ体制がある。 大義戦とジョージに次期された武道品種はカベルネ装備に4種が80%、プティベルド種が10%、メルロー種が5%、カベルネフラン種が5%となっている。年産は7万から10万ボトルうち半分はドミナスとして残りはナパヌックとして瓶詰めされる。ありがとうございます。